やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。先日、なんだっけ、お盆の上にコップがあって、それを息子がね、ちっこい方が、バシャーンってこぼしたんですよ。で、それで私と主人に、あ、気をつけてって言ったら、すっごい白を切るっていうか、もう、正々堂々と、やってないもん、なんとかちゃんやってないもんみたいな、すごい正面から、うん、見えすいた嘘っていうか、もう、明らかにあなたしかやってないんだけどねっていうことを、うん、そんな向きになるんだなって、すごい面白かったです。はい。今日のお題は、じゃん、大村知事です。あの、大村知事をリコールさせようみたいな、高須クリニックのあの、高須かっちゃんの、ですね、ツイッターでの運動が炎上しております。で、本当にリコールされるのかどうかっていうのを占おうと思います。はい。どういうニュースかというとですね、大村知事リコールが大炎上だ。美容外科高須クリニックの高須克也院長だが、6月2日、政治団体を立ち上げ、芸術祭愛知トリエンナーレ2019の企画展、表現の不自由展その後の対応をめぐり、愛知県の大村知事のリコール活動を開始すると発表。明治天皇を含む肖像群が燃える作品などを問題視し、100万人分の署名を集めるとした。ところが高須委員長の発表後、SNS では反対の声が急拡大している。当初 SNS では、大村知事のリコールを支持します。と、高須委員長への賛同リツイートが続出したが、同時に大村知事リコールに反対しますとの投稿も急増。反対ツイートは昨日午前で十数万件に上り、支持ツイートを上回ったのだ。原因となったのがコロナ対策で連日テレビ出演するイケメン、吉村大阪府知事が、だと見られている。ここで吉村知事が出てくるっていうね。すごい、なんか、泥沼だね。高須委員長は政治団体発足発表の前日、吉村知事の五輪席の栄を賜れれば、と吉村知事に会合への参加を呼びかけた。吉村知事は公務を理由に断りつつ、応援してます、なうと投稿。これに SNS は、なんで大村府知事が愛知県知事のリコールを応援してんの、すっこんでろと批判が続出、袋叩き状態だそうです。で、吉村知事は大村知事のことが頭に引けるようです。先月コロナ対策に関連して、大村知事、大村と吉村がだんだん行動してくる。愛知の大村知事が会見で、医療崩壊が大阪府で起きた。行政としては負けと批判。これに対して大阪の吉村知事はブチ切れ、ツイッターで反論。で、最終的には報道陣の前で、相手せんとこうと突き放しましたが、内心かなりムカついていると見られます。高須、吉村 VS 大村なんだね。うん。高須委員長と吉村知事、大阪。はい、じゃあ、これリコールされるんでしょうか。大村知事の今後見ますね。もう大村知事、私何回占っただろう。もうこれで3回目くらいだと思うよ。はい。ズバッと出ました。大村知事リコールされましたって聞いたら、まあ、されるほどでもないかな。将来に運命の輪の逆が出たんですよ。なので、不幸の始まりとかタイミングが合わないとか、不幸なことはこの先起こりそうだけど、辞めるとか、知事辞めさせるとか、そういうことにはならないかな。うん、まあ、現在も女教皇の逆でなんか自分を見失ってるとか視野が狭くなってるって出てるけど、リコールまではいかないかな。あと、今更だけど、愛知トリエンナーレの大村知事の対応はどうだったのっていうのをちょっと。字は汚い。トリエンナーレの対応はどうだったのって書いてあります。はい、トリエンナーレの対応、どうだったんでしょう、知事。良かったんですよ、か悪かったんでしょうか。マジシャンの逆ですね。これは創造性が欠如しているとか、何かこうイメージできなかったんでしょうね。これをこうするとこうなるっていうのが
できていないとか、あと周りとのコミュニケーションが不足しているとか、能力が欠けている、そうね、まあいいか悪いかで言うと悪いです。どうすればよかったのか、肯定、強いリーダーシップでね、信頼される知事になりなさいよ。うん、リーダーシップを持ちなさい。責任感ですね。責任感を持ちなさいって出てます。責任感がないのね。想像力の欠如、責任感の欠如ということで、まあ悪かっただろうね。あとね、これおまけ占い。愛知県とコロナの相性が悪い。まず愛知県とね、この大村知事の相性も悪いし、あと愛知県にだけなぜか、俺がコロナだおじさん、俺がコロナだって言って、なんか周りの人を脅して逮捕される人が続出してるのが、愛知県に集中しているっていう、これは何なのか。愛知とコロナの関係性を一言で言うと、めちゃ愛知県の人をディスってはないですよ。いい悪いじゃなくて、なんで、これ相性の問題だからね。相性がなんで悪いのか。愛知とコロナの相性。はい。愛知県とコロナの相性を一言で言うと、力のカード。力のカード。そうね。多分ね、この県民性は、力が強いんですよ。愛知県の人、名古屋走りとかいう単語があるよね。なんかこう、気性が荒いとかそういうことはありますか？どうなんだろう。どうなんでしょうね。愛知の友達いるけど、そんな気性荒くは思えないけど、気が強いとか、強いんですよ、これ。なので、気強いですか、愛知の人。ちょっとわかんないので質問形式にするわ。とにかく力のカードはこうね、ライオンをこうよしよしして手なずけるような強さがあるんですよ。で、どうしたらいいか、運命の輪、なんかね、タイミングとかチャンスとかね、なんか物事にはそういうのがあるじゃない。チャンスを見計らっていい時にやろうとか、そういうのを多分待てずに力でねじ伏せようとしちゃうみたいな、そういうのが、なんか大村知事とか、コロナおじさん、俺がコロナだってこう、やっちゃうのは、そうなのかな、どうなんだろう。なんかね、気が強い？うん。なんか、チャンスが来るまで待てない。まあ、名古屋走りを説明してもこうだろうな。気が強い。チャンスが来るまで待てない。ちょっとこう、相手の車がこう出るのを待てないみたい。気持ちが先走ってしまうみたいな、そういう感じなのかな。すいません。名古屋とか愛知の人を別にディスってないです。これは相性の問題です。コロナとの。名古屋大好きですよ。また、コロナ落ち着いたら行きたいと思います。なので仲良くしてください。愛知の人。嫌いにならないでください。はい。では、プチ占いでした。では、じゃんけんするよ。玉置じゃんけん。じゃんけん。ほい。グーなので、パーの人の勝ちです。じゃあね、バイバーイ。